アブドゥラー・アルマ・ユーフは、サウジアラビアリアドのサッカー選手。ポジションは GK。サウジプロフェッショナルリーグあるヒラルに所属している。2007年、サウジプロフェッショナルリーグのあるアハリ・ジッタに移籍。しかし出番はほとんど訪れず、2013から14、シーズンにやっと定位置をつかむことができた。 2015から16シーズン中に契約更新をクラブから打診されたが、これを拒否した。2016年8月13日、育成世代時に在籍したあるヒラルに活躍の場を移した。契約期間は2年。同年8月13日のあるバティン戦でデビュー。AFC チャンピオンズリーグ2017決勝の浦和レッドダイヤモンズ戦では、ファーストレグ、 セカンドレグともにゴールマウスを守ったが、相手のラファエル・シルバの活躍もあり、合計スコア1から2で敗れた。2013年、代表に初招集。長らく、ワリード・アブ・ドンラーや、ヤーセル・アルモサイレムを前に、レギュラーとしては活躍できず、さらには、ロシア W 杯最終予選中には、ムハンマド・アル・オアイスが代表に定着。出番は限られていたが、2017年、 ロシア W 杯最終予選 UAE 戦で久々の代表出場を果たすと、ワリードを抑えて 2018FIFA ワールドカップのメンバーに選出された。背番号1を背負い、初戦のロシア戦に先発出場を果たしたが、5失点を喫してチームは敗北。以降自身の出番はなく、大会を終えた。ありがとうございます。